ゆりじゃねえか。声優ラジオの裏表の第1話が放送されたので、今回は感想動画となります。物語のあらすじは、主人公、佐藤由美子、芸名、うたたねやすみは高校生との掛け持ちで声優をしています。しかしデビュー3年目になるも、オーディションになかなか受からず知名度が伸び悩み。しかし、そんな由美子がラジオ番組のパーソナリティに抜擢。若手ながら由美子と対照的に頭角を現している人気声優、夕暮れ夕日と組まされるのですが、夕暮れ夕日、本名、渡辺千佳がクラスメイトだったことに気づく由美子。互いに共演経験がないことなどから、今まで気づかなかったのですが、それの事実を知ったスタッフによって、番組が急遽企画されたのです。学校ではギャル女子の由美子、地味子の千佳とその性格は対照的で、話し出すと反発し合う二人。それがラジオになると、仲良しを演出し出す。ということで、日常とプロの声優業界の裏表を描くのが本作の醍醐味でしょうか。最初見た時は、業界ものアニメかなと思っていたのですが、実際は、ユリの文脈が強いエンタメ作品でしたね。売れているがゆえに、アイドル声優としてのあり方に苦悩しているチカ。そんなチカがラジオの公開収録でガチガチに緊張しているのを、由美子が解きほぐしていく様が1話のハイライトだったわけですが、互いに成長して良きライバルにこれからなっていくんだろうなと、期待させるストーリーでしたね。チカのような実績はないけど、人情と小利口で人を魅了していくのが、由美子なんでしょうね。同級生同士だからラジオをやらせるとか、結構脚色が入っている感じなんですけど、前述したようにアイドル声優への疑問の投げかけや、明らかにプリキュアっぽいアニメに出演することが由美子の夢として描かれたりと、背景に描かれる声優界はリアルな匂いがしますね。声優業界もの、青春群像劇、一挙両得で美味しいアニメ、期待して視聴を続けたいと思います。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。チカがクソかは、チャンネル登録お願いします。